川原洋子は日本の声楽家。日本人で初めてバイロイト祝祭劇場と契約した声楽家である。最初にボンシリツ劇場と契約。その後ハンブルク州立歌劇場と契約。1972年バイロイト祝祭劇場と契約。当時、日本人が ワーグナー学劇の聖地バイロイト祝祭劇場のステージに立つことなどは考えがたかった時代であり、大きな驚きをもって受け止められた。1979年度第7回ウィンナーワールド、オペラ賞の大賞を受賞した。日本でもオペラやコンサートで活躍している。国立国会図書館デジタルコレクションによる、戦後の草分け的プリマドンナ、ハ風な談話室。 2020年4月16日閲覧。シンゲート日本の音楽家、大橋区一。毎日デイリーニュース、https コロンスラッシュスラッシュ m-a-i-n-i-c-h-i.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20181206スラッシュ org スラッシュ 00m スラッシュ200スラッシュ 007000d2021 年2月6日閲覧。 abcdefgh 川原洋子昭和音楽大学オペラ情報センター2020年4月16日閲覧バイロイトモーデパルジファル春ウうどく2020年4月16日閲覧 abcdst ローランスタジオ第1回第54回2020年4月16日閲覧研究業績一覧 フェリス女学院大学。2020年4月16日閲覧。軽合唱団事務局創立40周年第76回定期。演奏会。サントリーホール公演アーカイブ。サントリーホール。2020年8月30日閲覧。入賞者一覧。日本音楽コンクール。2020年4月16日閲覧。川原陽子。 国立国会図書館デジタルコレクション2020年4月16日閲覧ありがとうございます。